を切るから今年も半分が修行としますって言ってて、面白い冗談だなと思った。いやでも今年も半分がなんて、そんな冗談やめてくださいよ。今年だってまだこれだって分かんないから、多分ね体感まで4分の1ぐらいしか過ぎてな。え、今は6月4日うわーうわーすっげえ悲鳴